有料ホール100選は日本音響化協会が優秀なホールを称える制度。一般社団法人日本音響化協会が2000年4月に音響化が選ぶ有料ホール100選として選定。2013年4月から日本劇場技術者連盟からの推薦も加えることになって名称を変更し、施設を利用する人たちから見て使いやすいホールを選定するため、 会員からの推薦をもとに、日本音教化協会の評議員によって審査している。現在、日本劇場技術者連盟は推薦団体になっていない。有料ホールとは、使いやすい、居心地の良い、創造意欲が湧く良い仕事ができるホールのことで、以下の評価項目の半数を満たしている必要がある。また、対象施設は、官民、運営形態による区別はしない。 舞台設備が十分に維持管理されていて、うまく機能している。保守、修理、清掃等が十分に行われ、機材リストにある機器を常時使用できる状態にしてある。運用スタッフが十分な技術力を持っている。運用スタッフが高いモラルを持ち人格的に優れていて、ホールで上演される芸能に精通し、有料な上演ができるように、外来スタッフに対して協力的である。 スタッフ間の十分な意思の疎通があり、円滑かつ安全に業務を行っている。利用受付から上演、撤収まで利用者に対する運用スタッフの応対が良好である。また、管理運営形態が変わった場合には、再審査を実施、指定管理者が変更になった場合は、以前の指定管理者に認定自体をお願いしている。2021年3月28日現在、 朝日町サンライズホール、ありがとうございます。